こんにちは、石井さん、ドリーム報告ありがとうございました。読者登録700人突破したということで、まあ、すごく長い文章をいただきました。ありがとうございます。まあ、石井さんはだいぶちょくちょくもう毎日のようにあのコメントをあの Facebook でメッセンジャーでいただいてるんであれなんですけれども、まあ、あと300人で1000人突破ということで、もう近々ですね。はい、まあ、あとそろそろはもう別に1000、まあ、自分の中で区切りで1000人でもいいんですけど、もうぶっちゃけもうちゃんとメルマガやって、それをリスト化してもうやってもいいんじゃないかなと僕のこれは意見です。もうそろそろ確かに今はそのコメントをもらえて嬉しいっていう状態にいってるんですけど、まだ収益化してないんで、これ収益化するためにボランティアコメントをもらうために、文章を書いてるわけではないので、最終的には収益化していかないといけないので、まあ、そこはもうやっちゃっていいんじゃないかなと僕は思います。まあ、もちろんですね、まあ、1000人突破した記念としてメルマガやりますっていうくくりは、まあ、ありっちゃありなんですけれども、まあ、そこはお任せします。ただもうマネタイズはもうできると思いますので、あとはまあこの、濃い読者を外部に持ってって、その外部でマネタイズしていくっていうところですね。はい、ぜひやってみてください。うん、まあ、ここまで濃いコメントとかいただもらってるんだったら、まあ全然大丈夫かなと思います。うん、はい、あとはまあそこに実際にメルマガとかに移行した時にまたいろいろと出てくるんで、まあ、そうしたらどういうふうにセールすればいいですかとか、まあ、どういうふうにやればいいですかとか、うん、ですね。まあ、そういうところをやっていただければなと思います。はい。うん、ぶっちゃけ絶対売れる商品をちょっと提案しておきますね。ぶっちゃけ絶対売れる商品が、僕が情報商材を432万で、買いまくってきて、そのすべてのノウハウ、自分がそれを全部お渡しすることはちょっと違法なのでできないですけど、僕がこの400万以上買ってきて、すべて勉強した内容をたった1000円で、やりますと、ブワーってベネフィットとかで、僕が勉強してきたことはこんなんです、こんなんです、こんなんです、ブワーみたいな、これ全てお渡しします。絶対売れます。 100% 売れます。 100% だから、それをフロントにして、でその後バックエンドとかアップセルとかやれば収益上がりますので、432万僕が、もうあなたが情報商材で騙される必要はありませんと、もう僕騙されてるんでみたいな、で430万ぶち込んで、でそれのノウハウをすべて僕のなりにまとめて、こんなのこんなの今まで何十万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 こんなの買いました、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 こんなの、これらすべてセットで僕が学んだことを具体化して分かりやすくまとめた PDF500 ページのやつ、動画何本のやつをたった1000円です。まずネットでお金稼ぎたいんだったら、そこら辺の詐欺商材にかかる前に、僕が400万払った、それを具体的にまとめた、体系化してまとめたやつをまず見てから、それでお金を稼ぐスキル、知識っていうのを身につけた後、ちゃんとやってみてはどうでしょうかみたいな。絶対買いますね。絶対買う。僕が今まで買ってきた商品、バン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 、何十万何十万でバン、何万何万、バン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 みたいな。で、それ1000円ですみたいな。でその教材を渡すわけにはいかないですけど、僕が学んだことをその分かりやすくまとめてやりますみたいな。絶対売れますね。 100% 売れます。まあ、あとはやるかやらないかですね。はい、まあ、ぜひ、あとはもうマネタイズしていくだけなんで、頑張ってそこをマネタイズしていければなと思います。うん、まあ、あともそこからまた勝負になってくるんで、そこからはね、ちゃんとしたビジネスの実際に商品売ってみるとか、アフィリエイトしてみるっていうところが実際のところなんで、ぜひそこを頑張ってほしいかなと思います。はい、はい、ではまた、まあコメント Facebook でメッセージ来ると思いますけど、まあガンガン送ってください。はい、ただしここがゴールじゃないですかね。ここがようやくスタートラインになったってところですからね。ようやく分かったと、吉谷さんが言ってることがよく分かったと、なるほどこういうことか、よく分かった、やっとスタートラインですから、こっからですからね。だからここのベースができれば、多分あとは早いかなとは思いますけども、石井さんはめちゃめちゃ勉強されてるんで、うん、はい、頑張っていきましょう。はい、ではありがとうございました。